はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は3月18日水曜日、時刻の方は20時36分です。ピヨピヨ。はい、キャッシュからメールが来ましたね。キャッシュ登録して使ってる方はね、皆さんのところにメールが来てるんじゃないかなと思います。いつもキャッシュをご利用いただきありがとうございます。本日はキャッシュカードの発送遅延のお詫びと、それに伴うキャッシュカードライトのポイント還元率変更の延期についてお知らせいたします。キャッシュカード、これ新しいやつね、これね、の初回発送は2020年4月上旬を予定しております。2月下旬よりお申し込みいただいたお客様におかれましては、大変お待たせしており申し訳ありません。順次発送いたしますので、もうしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。キャッシュカードライトのポイント還元率変更、現在おじいがね、持っているカードがこちらのカードになります。キャッシュカードライトのポイント還元率を2020年5月1日ご利用分より現状の 1% から 0.5% に変更いたします。この還元率の変更日は当初2020年4月1日とご案内していましたが、キャッシュカードの発送が遅れましたことから1ヶ月の延期をいたします。引き続きキャッシュをよろしくお願いいたします。ということでね、これね、もうキャッシュはね、もういいかっていう方結構多いと思うんだよね。で、このね、キャッシュの、まあ、魅力があるっていうのは、まあ、発行する手数料を払ってでも使いたいっていう方はどういう方かっていうと、クレジットカードをね、持てない方、ね、まあ、いろんな事情があるでしょう、本当ね。で、やっぱね、今の世の中、こういうね、ビザのカードを持ってないと、インターネットで買い物とか、いろんなものをね、契約したりすることができないんだよね、実際ね。で、これ、このキャッシュに関しては、いろんな、なんていうの、チャージ型のカードいっぱいあるけども、それだと、通らないところでも、意外と使えるところがね、結構多いんだよね、これだとね。なので、やっぱね、なくてはならない方もね、いらっしゃると思います。で、これをね、あとは損得勘定で考えると、バーチャルカードは 0.5 ポイント、ね、100円使って 0.5 ポイント、で、このカードも 0.5 ポイントの還元率、で、有料のね、高い方のやつが、あっちが 2%、ね、だけか、ね、1% か、ね、そういう風になっちゃうでしょ。あとね、あまりその還元率を追うとあまり美味しくない。で、利用してる方っていうのはこうなんとかペイに紐付けをして、それでこのキャッシュの利用分のポイントを微々たるものをもらって、で、紐付けしているカードのポイントをまたいただいてっていうことでね、まあ、そうやって利用してる方もいらっしゃると思います。ただそれをやってもね、他のカードを使うと、もらえるポイント率そんな変わんないよね。で、それ考えると有料のカードであることは間違いないので、まあ、そのカードを発行するために何枚使わないと元取れないってあるよね。それ考えるとなんかバカバカしいなっていうね。で、こういうカード会社にしてみたら、使ってもらってなんもなんだけども、今みんな無料で使えるところが多いでしょ。楽天カードにしても、コスモカードにしても、ね、その、年会費無料のカードがいっぱいある中ね、こういうカードで発行手数料を取るっていうのはちょっとなんだかなっていうね、そんな気持ちになっちゃうよね、どうしてもね。で、今まではさ、この、なんていうの、こういろんなペイペイとかね、折り紙ペイとかね、もう折り紙もなくなっちゃうけども、メルペイとかね、いろんなペイが使えるお店が増えてきたでしょ。で、最初はペイペイの導入店っていうのもものすごい少なかったんで、そういうところでは、この唯一使えるね、ポイント還元対象のビザカードっていうことで重宝してたけど、今ね、ほんと、なんとかペイがどれも使えないっていうお店ってまだあるけれども、スーパーとか存在してるけども、まあでも今だけ本当、
珍しくなってきたよね。それぐらいね、何かしらのペイが使えるお店っていうのがかなり増えてきました。本当ね。で、これがね、あとあの 0.5 ポイントでしょ。で、0.5 ポイントを出して使うんだったら、いや他のカードを他のカード使った方がいいような気が、だその紐付けにしとけばそのポイントももらえるからダブル取り用だよってね、こう言うんだけれども、まあ、ダブル取り用とは言ってもね、なんか同じダブルで取るんだったらね、あれペイペイとかそういうのという紐付けしてね、メルペイとかね、そっちの方でキャンペーンでもらった方が大きいでしょ結局ね。でペイペイなんかはヤフーカードを使わないと自動引き落としチャージができないでしょ。で例えばこれをねペイペイとかにじゃあ紐付けしたとしましょう。こっから一回チャージしないと使えないっていうね。だからすでにお金の余裕があって1万円とか2万円とかね、こう事前に支払う前にチャージする習慣がある人はいいんだけれども、習慣がないと引き落としできないんだよね、チャージしないとね。なのでやっぱりヤフーカードの紐付けをしとくっていうと残高がゼロでもね、勝手に引き落としできるって、その便利さがあるんだよ、どうしても。で、ペイペイなんかだと、ヤフーカードを紐付けしておくことで、ペイペイモールからいろんなものを買うときに、ヤフーカードの支払いもしくは残高から払うというとね、またポイントがポン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 ってつくし、やっぱりね、何を買うにしても、ヤフーカード紐付けるのが便利なんだよね。便利、ほんと。だから、その万が一、うっかりを、なんていうの、うっかりで払えなくなるっていう、このキャッシュの場合で言ったら、スマホを持ち歩く習慣がなかったからロック解除しないまま買い物に行ってカードを使えなかったってことも何回かあったんで、ね、で逆にそれがセキュリティにつながるんだよ。だからこのねキャッシュを持ってれば自分でねいつもロックしておいて使いたい時だけロック解除っていうこういう習慣がねつくとすごい便利なセキュリティががっちりしてるんだけど、ネット障害があってオンオフできなくなっちゃったら使えなくなっちゃうからね、これもね。だから本当ね、よしよしなんだよ、これもね。なのでね、まあそうすると、じゃあセキュリティがこれが安心じゃないかってなったら、そうすると、他のカードがみんなリアルカードが使えなくなっちゃうでしょ、危なっかしくて。でも保証があるからいいや、こっちは万が一なんかあっても保証がないわけでしょ、ね。まあいろんな考え方の方がいるけど、元気なおじいはこの発行するのにも手数料がかかるっていうのがね、これがどうしてもね嫌なのでね、そこまでしてまで使いたいとは思わないかなっていうのがね、まあおじいの本音だよね。だから紐付けして使うっつってもおペイで言ったら大体もうペイペイがメインでしょ今のこの世の中ね。メルペイとかさ、なんか他のペイとかね、電話会社ペイとか、まあいろいろあるみたいだけれども、でもやっぱキャンペーンをこう一発だけなので長くいろんなの、これやったらこれが半額返ってくるとかね、細かいやつあるじゃん、何回に一回当たるとかさ、そういう楽しみってやっぱペイペイが多いわけでしょ。あとペイペイにキャッシュ、おじいも、まあ紐付けでやったことがあるけども、それでやって、ポイントね、多少紐付くして、あれしたけど、でも何万円分まではお金払わなきゃならないから、ダブルでもらうにしても、使い方が変わってくるからね、ちょっとめんどくせえなーっていう。ただ、登録カードっていうのは、いくつかあるんでね。なので、その都度、その登録したカードから、ヤフーカードとか、これをね、選択するっていう、まあ、そういう使い方があるよね。でもさすがのおじいはね、本当いろんな節約とかどっちが得なんだろうとかね、あこっちのが10円20円とかで細かい計算するけども、これに関してはね、なんかもうなんていうの、実際にお金を持ってかれてしまうっていう、そこのところのショックが大きくて、だから他のカードを使ってて別にね、不便に感じたことがないので、でまあ、このまま使わないで持ってるってのも手なんだけど、どのみちあとね、もうな、20万円もしないうちに更新が来ちゃうので、そうするとこのカードは300円でしょ、ね、なのでその300円また元取るのに大変だし、まあ、そこまでしなくてもいいかなっていうね、そうなっちゃうよね。まあ一回使い出すと便利なんだよね。
手放すっていうのはあまり嫌なんだけどね。まあでもなるべくそのなるべく今ね残高もう今キャッシュほとんど全く使ってないので、あのほら即戻ってくるポイントと後からね、あの消費者還元で戻ってくるポイントがあるでしょ。だから今のところで何にも使わない状態にしておいて、であのまあポイントが戻ってくるのも待つばかり。今残高が133円あるので、まあなるべく133円に近い買い物をして、であと残りはもう放棄でいらないよっていう解約をするしか、もうぴったり使ってやめるっていうのが難しいからね。だから残高は放棄しますっていう感じで、それでやめることになると思います。まあ残高がめんどくさいからね、またチャージしてチャージしてって言うと、もうたかだか数円のことでさ、そこまで引っ張られるとなんか嫌でしょ、気持ち悪いでしょ。どのみちさ、今まで何パーセントでもらったポイントがあるわけだからね、まあその分いいじゃん、ちょっとぐらい返してもっていう、まあそういう気持ちです今はね。なんでもう今このどれぐらいだろう、もう1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、キャッシュをもう全く使わない生活になったんで、あれほど毎日なんていうのキャッシュ使ってたんだよ。それまではあの楽天カードだったんだよね。何でもかんでも楽天カード使ってっていう。で楽天カードってポイントを外で使ってもいっぱいつくのかなと思ったら、そうじゃないことで気がついて、あそんな得じゃなかったんだ楽天で買い物するときはポイントいっぱいつくけど、表のときはそんなつかないんだと思ってね、まあ、それでちょっとがっかりしたのがあって、いや今まで知らなかったと思ってね。それで、楽天カードを使わなくなって、であのこれを使うようになったんだね、お得じゃんって感じでね。でこれがもう 2% から 0.5% っていうと、もう極端すぎるからね、本当ね。まあ何よりも最初に美味しい餌でばらまいといて、だんだん厳しい状態にあの持っていかれて追いやられるっていう、そういうのがおじい嫌いな性格なんで、おじいはあのもうこれ使わないっていうね。で今キャッシュ使わなくなってから、あのやっぱ普段の買い物の時もね、あのヤフーカードを使うか、もしくはペイペイが使えればペイペイ使ってるんで、それでもうこと足りてるんだよね本当。もう最悪何もなければ現金で買えばいいわけなんだよ。無理してあのこれ使うことはないわけなんだよね、うん、もう本当あれだね、よっぽどあの今自動販売機はこれピッてやる時代だけど、おじいの場合これ持ってないからね。だから自動販売機で何か買ったりとか、そうだなと、現金使う時って何に使うんだろうね。高速道路乗ったってね、最近クレジットカード使えるしね、うん、病院とかの支払いもこれ使ってたからさ、病院とかでペイペイ使えればいいんだけどね。そうなんだよ、病院の時これね重宝したんだよ、唯一使えるあのビザカードでポイントが使えたんだよねこれね、うん、まあ唯一のカードだったね。だそのために延長してもな、もう使わねえもんな。ましてそのポイント還元率を狙って900円出してもなんか使わないよなどう、そんなわけでね、あの見てる皆さんの中でも、もう4月からはね、これ還元率が 0.5 になっちゃうからもう使わねえよって思ってた方はね、実際ね5月1日からなので、あね今日3月18日だからあと1ヶ月ちょっとね、あと50日ちょっとぐらい伸びましたね。なので、まあ 1% なんだったら、あの、このカードのね、上限に行く手前まではね、使えば 1% ポイントをバックしてくれるんでね、うん、まあギリギリまで使える方は使ってもいいんじゃないかなと思います。今ね、何で払ったらいいのかってもうわかんない。今日もね、薬局行ってきたんだよ。歯磨き粉買いに。で、その時に折り紙だとまだ使えるから 2% 引きでしょ。でこれを出した方がいいのか、それともペイペイ使った方がいいのか、でもペイペイで街角ペイペイで薬局なかったなと思って、でもペイペイの消費者還元なんかあったかな、どっちがどこなんだと思って、でもあの紐付けしてたよなと思って、確か紐付けにこれ使ってたから余るよと思って、どっちがどこなんだ分かんねえ、ペイペイでいいやってね分かんないこれ、あの誰かね一覧表を作って、本当どこで買い物するときはどれが一番いいとかね、もうあのややこしくてしょうがないよ、ね、その場でほら割引になるのとね、その場で戻ってくるポイントと来月戻ってくるのっていうと、なんかもうややこしいもんねこれね、うん、
まやかしだよ、これね。はい、それだけで、キャッシュカードライトのね、この、あと1ヶ月間、1% が伸びますよというお話でした。さあ、皆さん、もう、辞める準備してますか？それとも、もう1ヶ月使う気満々で、やったーっていう方が多いですか？ね。以上です。またね、バイバイ。